はい、ということで始まりましたバイオハザード2実況プレイ、今回からね、クレア裏編の方をちょっとがっつりねやっていきたいなと、思っております。で、本当に始まったばっかりなんでね、行ってないところの方がねやっぱり多いという形になってます。で、ちょっと恐ろしいことにね、全パートを、見てくれた方ならわかると思うんですが、リッカー先生であるとかね、ちょっとゾンビより強い敵っていうのが序盤からはびこってるような状態になりますので、ハヤトがちょっと武器とかね、手に入れたいなというところではあるんですが、でもこの先行くとね、ちょっとリッカー先生がいるんで、でマップもないので、どうしようかな。ちょっと戻る方向でやってみますかね。まあ、戻るというか、進む方向ですかね。では早速なんですけどもね、よろしくお願いします。さあ、ホールの2階までやってきましたけれども、おそらくここも敵がいるんじゃないのかなと。ただゾンビとかの足音とかそういうのはないですね。何もいないのかな。はい、とりあえずこれ1階にね、はしごの方を下ろして、ショットカットできるようにねしておきましょう。やばいね、このなんていうんですかね、警察署であるとかね、薬品工場研究所というふうにやってきたんですけれども、警察署が一番落ち着くというかね、うわー危ねー、どうしようかな、倒しとくか。はい、と、あ、奥にもいるのか。あれ、こいつやった。あ、まだ。はい、手前のやつだけ倒して、進みますかね。多分奥にもいるんですけど、アイテムとかなかったと思うんで。なかったよね。あ、なんかいっぱいいるけど奥何もないよな。いやー、2匹巻くなちょっとしんどいか。まあ、いや、あら、図書室とある。あー、そっか、ロックを解除するとこからか。じゃあ1階に降りますか。はい、じゃあはしごを使ってね、1階の方に降りましょう。あれ、レオン編でもあれ2階の中ロック解除してみたいなくだりありましたっけね。ちょっと覚えてないんですけど、まあいいや。ここで、おおお、これは俺たちのあれじゃないですか。あ、違った、シャックやんかと思ったらグレランだった。グレラン、まあ取っとくか。こいつがあればリッカー先生も 2,3 発で倒せんのかな。多様な弾を使用することができる武器である。アメリカ製、ストックが切れているので撃った後の反動が大きい。なるほど。まあ、バイオ1でもねかなりお世話になったグレネードランチャーなんですけれども。そしてインクリボン、これただあれだよな、カードキーないとダメですよね確かね。ホールドアロック中と。はい、まあ、レオンの時はね、果てかけた、警官から、カードキーもらってうんぬんっていうくだりがあったんですけど、ってことはこれここも開かないんかな。あ、やっぱそっか。となるとここ入るしかないですよね。あれ、鍵かけられた後か。どうしよう。これでもこっちもかかってるよね、ですよね。となるとどうすればいいんだろう。リッカー先生のとこ行くしかないのかな。あ、外は出れるんだね。ただ外出ても多分ですけどキーアイテムないような気がするんですよね。まあクレアのね裏辺なんで、一応固定観念についてこう全部ね調べた方がいいのかもしれないですけど、どうなんだろう。ちょっと見れる範囲で見ときますか。まあ、ゾンビさんがいますけれども、アイテムは特になさそうだな。あ、そっか、こっちから辿って、じゃあ逆にガンショップ目指してみるっていう。すごい怖いですけどね、敵だらけで。どうしようかな。こっちはやっぱ何もないんだよな。まあそこになんかね武器とかあればありがたいんですけど、ちょっと行ってみますか、せっかくなんでね。あ、出れないんだね。どうしよう。じゃあリッカー先生倒しますか。まあ、グレランもね手に入ったことなんで、ちょっとじゃあカット入れます。
はい、ということでリッカー先生のいる廊下にね、移動しましたけれども、すぐいるんだよね確か。あ、すぐいる、すぐいる。グレネード、おおおお、やっぱ一発じゃ倒せないか。あー、まだいる。ほらほらい、おつえけどもうこれで4発使っちゃったまあしょうがないしょうがない、必要経費と思ってね進みましょう。で、まあ、バルブの処理が終わってないんでここまだ焼けたままなんですよね。となるとじゃあどうするかっていう話なんですけど、あ、そっか、このカラス部屋からあの外通ってね、警察署のあの東オフィスでしたっけね、あの金庫があった部屋、あそこに行ってみますかね。カラス多分相変わらずいると思うんで、あ、いる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 、よし、鍵を外してこちらの方ね、入っていきましょう。で、おそらくハーブがあるはず。一応これ1個取っておいて、まあ今回復も弾もねちょっと足りてない状況ですので、なるだけこう回収してねやっていきたいなと。どうしようかね、いっぱいあるから調合しようか。あーっと出てしまった、加速装置。はい、ということで調合も済ませましたと。ハンドガン弾、あ、今回もありますね。でここはねゾンビがものすごい数いるんで、どうしようかな。なるだけこう倒さないといけないやつだけ倒して脱出したいんですよね。こいつだけ倒して一回出ようか。で金庫がね、レオン編は夫婦サブロで開いたんですけど、今回どうだろう。開きますわお、硫酸弾、これグレランに入れる弾ですね。まあワンと一緒かどうかわかんないんですけど、まあ、グレネードランチャーっていうのが弾3種類ありまして、通常弾、火炎弾でこの硫酸弾とありまして、で敵によってその、まあ、弱点とかが変わってきて、例えばヘビ系のねヨーンっていう敵が前回いましたけども、あいつには硫酸弾が一番効いたりとかね、そういう属性の相性とかっていうのもありますので、カミカミですけどね、この硫酸弾取っておきましょうと。地図も入ってますね。まあ、警察署は大方、まあ、やっぱ覚えているんですけど、やっぱ あった方がねありがたいなど。あー、来ちゃったか、こいつ来ちゃったか。どうしようかな、とりあえず倒しとくか。あんまりもたもたしてるとこうどんどん来ちゃうんで、一旦これ出て、で今弾使っちゃったやつだけなんとか倒したいんですよね。なんか個室の中にいるやつですね。バルブハンドルがあるな。うーん、どうしよう、これ取って、ちょっともうアイテムが満杯なんですけどどうしようかな、どうやろうかな。こいつまず処理するか。この あえて噛まれて、あ、ウェー、サッカーボールキック、潰さないんですねレオンと違って。こいつなんで来ないの。あ、もしかこっちに誘い込んで、あいつ出てきたかな。あれ何体いるんだ全部で5人ぐらいいるのかな。あの出てきたやつが個室から出たやつかな最後に。ちょっと待って、やりにくいな、こいつ。あ、こいつっぽいですね。あ、やったやったやった。よし、これで次来た時今残ってるゾンビだけになるんで、まあここ多分もう用ないんですけど、一応まあある程度のね安全を確保したのかなと。バルブハンドルも取ってそんなもんか。でこれバルブ取ってたんで、ヘリのね消化してアイテム回収でできるんで、先そっちやっちゃいますか。アイテムボックスもね近くにあるので。慣れたもんだな、しかし一周すればやっぱり違いますね。どうしようかな、じゃあバルブハンドル使いに行きますか。ちょっとカット入れます。はい、ということで、バルブを使うところに来ましたので、早速ね消化の方していきましょう。これで、なんだっけな、レオン兵で赤い宝石を2つ使ってスペルゲン反射光をね、石像の開いたところ、に行けるようになったはずなんで、記憶が正しければですけど。
はい、OK ですね。で、例によってバルバンドルまだ使えますよというところですので、ちょっとまたいいところまでカット入れます。あ、なんだ、これを、見たくないものを見てしまった。とりあえずデクアスまで忘れることにしよう。なんだっけ、あ、そう、またカラスロードに抜けないと。嘘、あ、もう行けないんだこれ。瓦礫で遮られて開けられない。マジか、まあいいや。とりあえず、ああ、平常心、平常心。失敗した。硫酸弾置いてきちゃったんだ。わあ、まずいなこれ。グレ2発とハンドガンで倒せるからあいつがタイラントっていう、まあワンにもね同じ名前の敵が出てきたんですけど、またちょっと違うデザインで、今回はちょっとこうなんですかね、軍人さんみたいな、こうシティハンターの海坊主的な絵はですけど、なんかそんなようなね、デザインで、いやーこれ抜けれないかな。ちょっと今の状態で戦いたくないな。いや狭いもんね、ダメかまずいなこれ。いや、やるしかないか。でも、いや抜けれる。うわっ、よしよしよし、一発流れたけど、いけるいけるいける。カラスもビビってどっか行っちゃった。いやー怖い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 。あーマジっすか。ここどうだろう、ちょいちょい通、まあ、通るっちゃ通るけど、始末しといた方がいいのかな。なんせ今ちょっとね、あの装備品とかその弾が防ぐ、何、もう何から、何どっから声した、今部屋の中。もういろんなこと起きすぎですよ、ね、短い間に。とりあえず入ってみよう。からか、あ違うな、誰もいないな。2つの機械で勇者読む。あ、やっぱこの辺の仕掛けは一緒なんですね。あ、ブルーカードキー、あーこれで電子ショック解除できますね。よし、とりあえずじゃあ、リッカー先生か、リッカー先生だ。痛い。あ、どうしよう、いやもったいないか、もったいないよな。いや次来た時にお前を倒してやる。もういろんなこと起きすぎじゃあ悲鳴どっから聞こえたんっていう話ですよね。外、いや外でも行くってなったら、またタイラントって出くわさないとダメでしょ。うわー、いやとりあえず安全なルートで行きたい。なんで、硫酸弾どうしよう、持ってこうかな。アイテムのね、あの欄をこう埋めちゃうっていうのがちょっとあれなんですけど、どうすっかな。いやただね、もうグレランも2発しかないんですよね。それ考えたらやっぱり持っといた方がいいか。いろんなね、回復も弾も足りないっていうまあ いや、ちょっとまた1回までね行きますか。ちょっとカットを入れます。はい、ということで端末までたどり着きましたので、今回カードキー持ってきたんで、これで開くはずなんですよね。はい、ブルーカードキー使います。これでまあ、あの2箇所ですかね、開いて、もしかしたら図書館も、あ、いけますね、図書室か。どうしよう、どっからやっていくかな。まあそうですね、東オフィスの方から行ってみるか。あ、そういえばこれ、あ、別所か。ユニコーンのあれどこにあるんだっけな。スターズオフィスだったかな。とりあえずちょっとじゃあ端の方からね調べていきます。いやでもなんだかんだ正直ね、何でしょう、まっさら、まっさら、うわ、なんでいいの、なんでいいの、あれさっき、え、
あ、まだここ通ってないか。びっくりした。抜けれるかな。ちょっとやってみるか。また警察署内をこうね探索できるというのは割とワクワクしてたりするんですけど、まあ、仕掛けもちょっとね軽く変わってたりするんで無理だな無理だけど、ハンドガンで処理するとなるとやっぱ時間かかっちゃうんだよな。どうしよう。いやー、シャッガン欲しいシャッガンじゃなくてもいいからグレランの弾が欲しい。いや無理か、無理だな、抜けれないわ。どうしよう。クラウの覚悟でとりあえず通り過ぎるって手もあるんですけどね。なんせ回復もちょっとしかないからな。いやー、やっぱり一周した人がねやるルートってだけあってちょっとこうしんどいように作られてますよね。どうしようかな。いや、クラウの覚悟で抜けるか。できたら通り抜けたいですけどね、多分無理だと思うんで。当たりにいっちゃった。なるだけ食らわないように、なるだけ一回しか噛まれないでこう脱出するっていうね。一回こっち来ちゃえばそんなに、あ、これ一箇所しかなかったっけ。あ、一箇所しかないの、通ると。さあ、コーションまで減っちゃったんで腕引きずってますね。腕じゃねえよ、足引きずってますね。いやー、どうしようかな。とりあえず、あ、この部屋ね、鍵かかってたよね、確かですよね。ここ全部鍵かかってたかな。こっちは入れたっけ。あ、こっちは入れるの。あー、時間がちょっと微妙だな。どうしよう、はい、またいや、切るかご視聴ありがとうございました。ちょっとね、やっぱり2周目とだけあってね、難度が高くなってますね。武器がなかったりとかね、いろんな事情あるんですけども、とりあえずまた次回からね、探索の方、続きやっていきますので、ぜひね、それを見守っていただけたらなと、思います。ではご視聴ありがとうございました。また次回のパトルね、お会いいたしましょう。